こんにちは、みなみです。はい、まず明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年初めての山梨チャンネルですね。ということで何をするんでしょうか。はい、今回は今まで山梨チャンネルの PR リーダーとして頑張ってくれていたみなみさんにちょっとしたご褒美企画です。新年一発目だしね、お年玉企画をやろうと、はい、イエーイ。お年玉が3つあります、はい、3つで3つあります、はいはい、まず1つ目は乗馬をやってもらおうと思います。でここ八ヶ岳っていう場所なんですけど、八ヶ岳にはいくつか乗馬の施設があってです、ね、今回は、はい、TRC 乗馬クラブ、はい、小渕沢の方にご協力いただいて、みなみちゃんに乗馬の体験をプレゼントするということです。ということで早速やっていきましょうか。え、もう乗る？今すぐではない。あ、はい、決めました。よいしょ。はい、早進め。はい、おお。YouTube でお得意の、はい、あの1万円企画をやろうと思います。野球の可愛くね。購入品を紹介していきたいと思います。はい、それでは早速乗馬をしていこうと思うんですけど、知らないことが多いので聞いていきたいと思います。はい、お願いします。みなみさんは、はい、馬に乗ったことはありますか。小さい頃にあるんですけど、全く記憶がないぐらい。まず注意事項、はい、馬というのは、危険を感じたらいち早くその場から立ち去る。馬のそばにいるときに大きな声で話をするとか、走るとか、そういう素早い動きはちょっと NG です、はい、でも大体あとは OK です、はい、生き物なので、どれだけ自分が好かれるか、好きになってもらえるか。なので、まず自分が馬のことを好きになろうと思って接してあげてください、はい、馬と接することが全くないので、馬のことちょっとわかんないですけど、頑張りたいと思います。こんな感じ。じゃあもう生えたんで乗りたいです。めっちゃ可愛い。あのお名前はフーガっていうらしいです。可愛いね、おとなしい。今日はせっかく乗馬クラブで乗ってもらいますから、はい、乗っかってるだけじゃなくって、自分でちょっと馬をコントロールしてみたりとか、うん、でそれがうまくいくようであれば、最後はちょっと走ってみたりとか、うん、そういうところも挑戦してみてもらいたいと思います、はいはい。まずね、この台の一番上まで上がってみてください。そしたら左手でこの手綱と縦紙をガバッと掴みます。痛くないです。よいしょ。高い。最初は真ん中揃えて、この短い紐と一緒に両手で持っていてください。まず歩きます。で、歩くだけでも揺れます。はい。なので威張って乗っといた方がフラフラしにくいです。前かがみになるとフラフラするので、ちょっと威張って乗っといてください。威張ります。じゃあちょっと歩いてみます。おお。ちょっと揺れるよね。揺れてる馬の上でいかにバランスを保つかというのが乗馬の基本なので、体が硬くなるとフラフラします。そうなので、できるだけ力を抜いといた方が、ね、力入れようとしてますね。怖い。だいぶ慣れてきた、はい、うん、次はね、今手綱とサドルホルダーと両方持ってますね、はい、じゃあサドルホルダーを離して手綱だけで、少し手上に上げていきましょう。そう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 。ということは今もうどこにも捕まってないですよ。手が自由に動かせる状態になりました、はい、ね、なので手綱を使って少しずつ馬のコントロール、うん、いってみたいと思います、はい、この歩いている馬を止めると。止める、うん、自転車でいうとブレーキです、うん、ね、これやってみたいと、はい、ブレーキはどうするかというと、簡単に言うと今持ってる手綱を引っ張ります。あ、じゃあ私が止めてくださいっていうので、じわーって引っ張ってください、はい、いきますよ。はい、止めてください。はい、止まりました。もう一回やりますよ。はい、じゃあいきますよ。はい、止めてください。そう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 。で、止まったらちょっと緩めて、これブレーキ、いいですか。はい。じゃあ今度は止まってるので、はい、止まってる馬を歩かしてみたい、うん、ね、で歩かすときは
自分の両方の足で馬の中をポンと蹴飛ばします。あー蹴飛ばす、うん、どうぞもう一回もっと強くていいよ、ダーンと、そう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 、そうするとこんな感じで歩き出します、ね、はい、じゃあまずブレーキで止まります。はい、じゃあ歩きます。そう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 、で言うことを聞いてくれてますから、ちょっと馬を褒めてみたいと思います、はい、ね、馬を褒めるときには首を叩きます。叩く、うん、強く叩けば叩くほど、うわ褒められてるわって感じてるので、はい、そんな感じ、ね、自転車に乗ったとすると、はい、まあ、ペダルを踏んで進みます、ブレーキを握って止まります。その他に何か操ってるものがあると思います。あ、方向ですか。そうですね、方向、ハンドル操作、はい、ね、今からちょっとそれをやってみたいと思います、はい、どうやってハンドル切るかというと、はい、馬というのは基本的には顔の向いてる方向に進もうとします。なので曲がりたければ曲がりたい方向に馬の首をグニャンと曲げればいいんだけど、なので今から右に行きたいので、右手で持ってる手綱だけギヨンって右に開いて、そう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 、だん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 外側行ってるの分かる？分かる？そう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 、うん、勘がいいじゃん。だいたい自分の思い通りになってる感じする？なってます、はい、基本的なコントロールはもうこれで完了です。余裕があったら走ってみたいなと思います。行ってみます。はいはい、はいはいはい、進め、トントントン、こんな感じの揺れ、はい、どう？結構こ捕まっていればなんとかなる、はい、大丈夫そう？多分、ね、はい、じゃあ行きます。はいはいはい、進め、はい、おはい、歩きます。馬がトン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 って走っていくリズムに合わせて、立って座って立って座ってって乗ってる人が体を動かします。うまくリズムに乗れるとお尻とクラッとがぶつかり合わないので、あ、まあ、長い時間乗ってても、はい、お尻痛くなっちゃったとかね、いうことがないんですよ。はい、じゃあ行きます。はいはいはい、はい、いくよ、1、2の3、はい、1、2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 、
いやいや、初めてやってちゃんとリズムに乗れるっていうのはすごいことです、うん、これで終了になりますが、本間さんもよく頑張ってくれたと思います、はい、なのでもう一回最後に、うん、よく褒めてあげましょう。はい、スルスルと両足で着地です。はい、お疲れ様でした。ベリーグッドでした。ありがとうございます。叩くと褒めるらしい。はい、今乗馬終わりました。めっちゃ楽しかった。ということで、お年玉企画一つ目、はい、乗馬体験してみましたけど、はい、どうでしたでしょうか。ほぼもうね、乗るのが初めてだったので、それでもすごい楽しく乗れたので良かったです。なんか馬に申し訳なかった。褒めるとき叩くから、ね、そう、首の付け根を叩くらしい。なんかいろいろ知れて良かったです。ということで次は、はい、八ヶ岳で同じくアウトレットがあるので、はいはいはい、お買い物をしようと思います。ちょっと紹介とかもね、はい、してもらおうと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあアウトレット移動していきます。レッツゴー。はい、アウトレット着きました。イエーイ、今シーソーなう。ちょっとお買い物企画の説明をしたいんですけども、 YouTube でお得意 の1万円企画をやろうと思います。最後のお年玉企画があるから、はい、そこまでの時間がちょっと限られてるんで、はい、今回は2店舗ぐらい行こうかなと思ってます。なんで5000円ずつ使ってもらおうかな。そこすぐ見てください。八ヶ岳のお土産とか、あと山梨のお土産とかがある場所になるんで、やっぱり山梨チャンネル PR リーダーということで、まずはその山梨のいいものを紹介してもらえたらなと思います。じゃあ行きます。5000円ぐらい目安にして買っていきたいと思います。八ヶ岳さん、野球見をしたって、ご主人を呼びます。はい、君姫、あの欲しい、安い、2個買う。これしっかりうどんって、そう硬いんですよ。
太めが好きです、私は。これ選んで終了にします。なんか見て、あそこいいんじゃない？すごいここにお邪魔します。ここにしよう。雑貨屋さんみたいな感じですね、うん、雑貨屋さん大好き。ねえとかどいかとかママにも山梨さんに出てもらってるので、3人にも買っていきたいと思います。これはねえねえ行きだったな。それではこれ買います。これ1000円です。可愛くない？ほら、あと虹色だからピアスだわ。うん、可愛い。ママが好きそうなやつ。スイレとか、うん、これルイカにいいかも。イエーチェケラヨー。じゃあ買ってきました。じゃあここで3つ目のお年玉企画、一緒に発表しちゃいたいと思います、はい、しちゃいたいと思います。旅館に泊まろうと思います。今日？今日です、なんで今南ちゃん一人ですけど、実は伊沢温泉の方に、伊沢温泉、はい、ママとお姉ちゃんと妹、お姉ちゃんと妹3人が実はもう向かってます。あ、はい、はい、で旅館で合流して一泊するっていうのが最後のお年玉です。そこで購入品紹介するときに一緒にプレゼントしちゃってください。おお、なるほど。じゃあ早速旅館行きたいと思います。合流して旅館に着きました。山梨チャンネル PR リーダーも半年頑張ってくれた南ちゃんの3つ目のお年玉は旅館ということで、南家の皆さんにも手伝ってもらったということで、はい、家族分の部屋を用意してもらいました。ありがとうございます、はい、なんか料理がすごい美味しいらしくて、今まで取り上げてなかったものが出てくるんで、お楽しみにしててください、はい、それでここの旅館が山梨県が推しているグリーンゾーン認証を取得されているところで、感染症対策とかがしっかりされているところなので、家族とかでも安心して、宿泊できるようです。それじゃあまずさっき買った購入品を、はい、紹介しましょうか。はいはい、はい、ということで、今からね、さっきアウトレットで買ってきた購入品を紹介していきたいと思います。千奈さんからいきたいと思います。じゃあまず1つ目、じゃじゃーん、君姫のトウモロコシを買ってきました。これだけじゃなくて、君姫のコーンポタージュがね、あったんですよ。なので美味しそうなので買ってきました。山梨のね、そう、トウモロコシは甘いです。甘くて美味しいです。なのでこの君姫買いました。最近食べてないから食べたい。次、じゃじゃーん、甲州産焼き梅干しって、そう、なんか焼いてあるんですよ。見てよ、焦げ目がついてるの。美味しそうじゃない。焼き梅干し食べたことないんですよ。だからちょっと、まあ、梅は何でも好きなので美味しそうってことで買いました。私の好きな梅干しも甲州神戸だったので、これも甲州なんてことで買ってみました。次はですね、じゃじゃん、これはね、もうみんな大好きな干し芋です。誰も言ったら伊藤ちゃんにスルーされました。欲しいものは欲しいもん、はい、あはは次、じゃん、吉田のうどんです。ほうとうもありました。甲州富士吉田名物です。そう、これ有名なうどんですね、山梨は。これめちゃめちゃ美味しい。よく行くそのうどん屋さんで吉田のうどんよく食べます。美味しいのでおすすめです。こちら、なんかね、美味しそうだから買ったんですけど、じゃじゃん、八ヶ岳産生乳塩ミルクまんじゅう。これ食べたことなくて美味しそうだなと思って買いました。さっき言ったところ八ヶ岳でその辺に売ってるおまんじゅうです。早く食べたい。最後、じゃじゃん、これはね、コージーフレッシュハンドジェル。これは食べ物とかじゃないんですけど、なんかハンドジェルとかハンドクリームとかが売ってて、ハンドジェルを買いました。白州っていうところで
お酒を作ってて、そのなんか酒粕っていうのができる、それを捨てずにそういう美容液とかなんかいろんなものに使っていいらしいって店員さんが言ってた。ですよね。こんな感じで千の屋さんは終了です。じゃあ次はじゃーん、マライカさんで買ってきた小物たちを紹介していきます。まず一つ目がこちらです。じゃん。そう、これはもう入った瞬間に一目惚れして選びました。じゃーん、可愛くない？もう大石柄の水筒です。私よくこのぐらいのサイズの水筒を学校に持ってくので、これ使いたいなって思って買いました。これがね、私ので、あともう一つだけ私のがあるんですけど、それがこちらです。リングですね。可愛くない？これのゴールドもあったんですが、シルバーにしました。ぴったり。で、ここからはちょっとネイルとかママとかルイカとかなので、ちょっと来てもらって。ネイルはですね、ちょっとこれびっくりするかも、うんってなるかもしれない。じゃん。なにそれ。だよね、そうなるよね。カッサ、知らない？すごい。むくみ取り？そう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 。ネイル、むくみとかさ、気にしてるからいいかなと思って。使います。はい。ありがとうございます。ルイカはね、ちょっと3つあります。じゃじゃーん。中にあの小麦粉が入ってるスクイーズ、名前つけてあげてください。名前だ。ピンクマン。こっちはブルーマン。そのままやだけ。ルイカのこれとじゃじゃん、これはアクセサリーケースです。かわいい。そう、アクセサリーじゃなくても使えるけど、ルイカいいかなと思って買いました。プレゼントフォーユー。ありがとうございます。それでは最後にママいきます。ママにもあるの？じゃじゃん。なに？クレンジングオイルです。イエーイ、ありがとう。なにそのキラキラして。可愛くない？嬉しい、うん、ちょうど今のなくなりそうなの。そう、うん。ということでママにはこの可愛いクレンジングを買いました。ありがとうございます。はい、プレゼントフォーユー。はい、ありがとうございます。わー、早速今日使おう。はい、ということでこんな感じで購入品紹介終わりたいと思います。早く使ったり食べたいものがたくさんあります。ということで、旅館に泊まるんですけど、素敵なお食事があるということで楽しみに待ちたいと思います。バイバイ。お料理が来ました。こちらね、ご飯をね炊いてるんですよ。まだご飯はできてるんですけど、他のものは食べるので食べます。せーの、いただきます。いただきます。おー、こちらは大豆をかポン酢の方でね、こんな量をつけます。はい、茶碗蒸しが来ました。美味しそう。オープンザフリマスケ。うわー、なんかキノコがいっぱい乗っかってるんですよ。はい、見てください。ご飯ができました。ちょっと盛り付けるんですけど、さっきちょっと早く食べたすぎて混ぜてしまったんですよ。すごい、結構入ってるよ。デザートをいただきました。これが梨で柿でロールケーキです。フルーツ王国ですからね、私は。そうですね。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。旅館のご飯どうでした？なんかお肉美味しかった。あとご飯とか、うん、とにかく全体的に美味しかったです。いつもと違ったお食事ができました。山梨の美味しいものが食べれたところで、はい、お部屋に戻って寝る準備をしましょうか。はいはい、はい、お部屋こんな感じです。はい、ここでゆっくり休みたいと思います。早速つけ
だから朝ごはんだよ。美味しそうなものがたくさん。ご飯来たよ。じゃあ食べていきます。ごちそうさまでした。食べ終わりました。ほうとうはね、めっちゃお腹に溜まった。美味しかったです。じゃあ今から部屋に戻って支度します。はい、ということで今回のお年玉企画どうだったでしょうか。最初は私一人だけだったんですけど、サプライズでみんな来てくれて、この素敵な旅館に泊まれて楽しかったです。ご飯が美味しかった。お肉美味しかったです。確かに温泉どうでした。よかった、よかった、うん、僕も朝晩、なんなら朝2回行ってますからね。やば。露天風呂もあって、もうハマりにハマってしまいました。こう伊佐温泉っていう場所にあって、他にもいろんな旅館があるんですけど、電車で行きやすい場所になっているので、ぜひチェックしてみてください。今回行った八ヶ岳は乗馬体験以外にも他に体験できる施設がたくさんあるので、ぜひ調べてみてください。でもいいお年玉になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この動画終わります。ぜひチャンネル登録して次の動画もお待ちください。